はいどうも、マイキーです。今日のテーマは、ホックスアイズ第43話、フリーメイソンの予言となります。そして登場人物は、マイキー、水崎案内人と、サラちゃん、フリーメイソンのジムさん、そしてダンサーのマイケルです。バッカスの酒を飲みながら夢を語り、僕が歌うと君を歌う。 一定の距離感を保ったハー,モニー心地よいいつまでも夢追い人の僕についてきてほしい君のシャボ猫のような2019年秋口の話バーの経営は2年目に入っていた常連客のダンサーから1人の男性を紹介されたその日は軽い挨拶と連絡先の交換だけだったその次の機会は店にて2人だけで話すことになった 彼のビジネスの話に僕は夢中になっていた。フリーメイソンの予言。どういう話かというと、結果論から言うと彼からの提案は予言を暗に意味していて、それを信用しきれなかった僕はバーを手放すことになった。その予言とは、新型コロナウイルスの流行だった。彼からはフリーメイソンの例のあの紋章のバッジを見せてもらっていたのに、話に乗らなかった。 どういう話かというと、バーという飲食店ビジネスの現金商売に対して SN、SNS 上の女の子と話をするという課金ビジネスを一緒にやらなきゃいという提案だった。すでにプラットフォームの契約は彼がし終えていて、あとはそれを運用する店長探しを彼をして,していたのだった。その当時でもその手のプラットフォームはたくさんあり、 後発の僕たちがうまくいくとは思えなかったという判断で僕はフェードアウトした。どうしようかという判断の前に僕はビジネスパートナーとして一番信用しているサラちゃんに相談し彼との面談もしてもらった。真っ白な部屋に3人で面談。向こう側にはフリーメイソンのジムさん。左側にはサラちゃん。そして僕、マイキー。 の三者面談だった。彼女の顔はこれまで何度も店のピンチを救ってくれていたので、それも判断材料とした。彼女はうんともいなとも言わなかった。マスターの判断に任せるってことになった。彼曰く、マスターは現金商売で頑張っているけど、もっと楽していっぱい稼いでほしいとのことだった。 彼とはフリーメイソン、ジムさんなことである。結局僕はそれを信用しきれなかった。そこから半年後には、新型コロナウイルスの流行が始まり、夜の街の人通りはまばらになり、何より、売り上げが上がる、イコール、たくさんの人たちと密になる、イコール、感染リスクが高まる。もし、店内でクロスターが発生するものなら、 風評被害も重なり、店はアウトになってしまう。そんな時に SN、SNS のプラットフォームを介したバーチャル空間のビジネスチャンネルを持っていたら、違った未来があったというわけである。いわゆる、登り行きのエスカレーターを差し出してくれていたのに、それと逆行して一生懸命走ってエスカレーターを下ってしまうという感じである。 未来史。という能力は凡人にはなく、色眼鏡をかけた僕の目は違った景色を選んでしまったわけである。美暴力のため、この物語の後半部分の一幕を先に書きました。鶏と金の卵という話があるが、この物語の中盤ぐらいに僕はひなたではなく、さらちゃんに公開告白をする。 彼女からの答えは、恋人としてはノーだけど、ビジネスパートナーとしては好きだし、これからも付き合っていきたいという返事をもらっていた。ただし結果としては、フリーメイソンである彼の話に乗らなかったことが、ビジネスの終焉と、サラちゃんとの完全なる別れに繋がってしまったのである。以上、このような都市伝説、 携帯小説、ホックスアイズなどの話をこれからもしていきますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。では、バイ。